まあ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 、そんなあんな感じしか出せないですけどね。さすがです。いや現地マジ暑いっすよ、ほんと現地。あ、そう、今日スカーズも来てくれてるんですって。へぇ、どれだけで知らなかった。ドラネコさんだけじゃなくて、今日ジェムキーが来てるらしいっすあ、そうなんですね。で、ジェムキーは体調崩しちゃったのって聞いたら、朝6時までなんかやってて、もう来たくないってなった。体調まあ崩してないからやってたんだ。まあそれが強さの秘訣かもしれませんけどね。ドラネコさん、さっきちょっとおもろかったのが、今日メイクしてもらったんですよ。あ、そうです、俺メイクなんです。いつも自分の配信だからさ。そうだね、で、ドラネコさんも今バッチリこれメイク、はいはいはい、俺なんで見なかったんだろう。で、メイクさんが今日は結構時間に多分余裕があるのか、メイクしてもらうときにさ、マッサージしてくれる人たまにいない？肩とか、うん、ちょっとリンパ流すとかさ、はいはいはい、やってくれる人いるじゃん。ドラネコさん初めてだったらしくて、すごい興味津々に、フリナさん、あのマッサージされたんですけど、されます？いや、多分時間に余裕があるからしたんじゃないって言って、気があるわけじゃないよっつって言ったら、それこそちょっとショックそうでしたね。ちょっとショックでしたけど、いらないですよ、いらないっす。どうぞ。トラネコさんと、ナミさんかな。先ほど解説させていただいておりました、ゆえと申します。ゆえさん、はい、お願いします。はじめまして、お願いいたします。大丈夫ですか、飛び入り。全然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 、みんな大喜びだと思いますけどね。職業病みたいな感じ。職業病やね。ずっとこの構成だな、フナティック。いや、だからフナティックリーグの時もね、ずっと構成変えずにやってた。 EMEA チームね、みんな構成変えるのにフナティックだけなんでね、変えてないの。目的ありそうですけれども、シンプルにクロニクルが後ろに下がったことで多くの戦果は得られなかったでしょう。さあ、B サイト前からパラノイアを入れて、パラノイア来た、早いですね。早めか、一気に駆け上がっていくのはペーパーレックス。ただかわしてますから、早めだな。アスカスモーク、ドラやったらサイト中で守る形できているフナティック。止める隙がない。滝側で待っているボーストに対してはイグマを攻撃に使った、下げさせる方向で設置じゃないんですね。これスモークも使っちゃってるんで、早めに設置したいと思います。ただここは一回行業者回復。割となんかさ、設置のウィングマン流してそれベイトみたいに入ってるチーム多いよね。付き合いません。サイト中での設置、スモークが晴れました。ピークに対してはペイント弾での抑制。さあ、ここからペーパーレスエリアが狭い中、スポンうめえ。こういう時の DC 強いな。ここめっちゃ重要。詰めすぎ。ジンナってえぐい。エイゴス。うわぁ。何それこれ。ありそう。うわぁ。おい、バロラント始まってるって。ハンドガンから。なんかペイント弾4つぐらい持ってなかった。でも俺優勝候補がなどだったし、次の優勝候補はリキッドかなと思ったの、うん、でも一番俺デュエリストっていうキャラで一番強いのは、うん、俺ダークだと思ってるから、ずっと。だから EMEA のデュエのレベル高すぎるよ。マジでダーク。おっと待って、ペーパーレックスでしょ。あれ、弁解選手、弁解通訳いける。すいません、遅くなっちゃって、ビザの問題で。ビザの問題でね。すいません、遅くなってしまって申し訳ないんですけど、日本のウォッチパーティーへようこそっていう。スミス、なんでウォッチパーティーかこっちに。ウェルカムトゥジャパニーズウォッチパーティー。ありがとうございます。めっちゃ流暢、はい、パシフィカ勝ってもらって、うん、LCQ の枠増やしてもらいたいと思って、今日はちょっとユニフォーム着て応援しに来た。なるほどね、うん、最後の1チームだからね。そうですね、もうアスパスは 0.4。 あ、じゃあダークが 0.34 ですね、多分。間違ってたらめっちゃ恥ずかしいやつ。ユキシロさん、スキンの話とかなんか、待って、そのぐらい、レイヤーの話出た時に、マジでそのぐらいいい。いや、耐えてる。うわ、そのぐらいが薄すぎる、ジンの。設置は落とされました。先からのピークアルファイア、位置取りがいいですね。いや、でも今のうちに C 行っとかないとね。プレッシャーをかけながらスパイクを回収。今の回収したのか。回収したのか。使用キーで取ってたよ。本当にこのジンはブラストパックのテイズやりすぎだって。使い方がうまいし多彩ですよね。いや、なんかフォーセイ君もクロスヘア黒だよこれ。フォーセイ君いいポジションを取りましたから、 C 抜きのマインドフリーク、これカスタムカラーですね。そうですね、 C 側の可能性も出てきました。となるとフォーセイ君のなんかアスパスとかフォーセイ君とか強者にしか許されないクロスヘア黒みたいな。レオも落としていきました、フォーセイ君。うわー、その角度から来てますか。 C 流れだけどクロニクル間に合うか。全然400の 0.74 だったらしい。全然違くてさ、全然違うじゃん。でも 800dpi 感度にしても全然間違ってる。俺の言葉返してほしいよ。
ガバガバ。さあクロスブランド。うま、うめえ。待って、うますぎ。うわ、間に合わない。だか、間に合った。え、グレもいい。マジやばい。待ってよ、マジやばい。最強か。トークマジでバグってる。ワンベイツー。残ったのはダバイです。いやでもダバイだからな。うわ、待ってちょっと待って待って、バロラントいるために生まれてきてるでしょ。ダーク KD やばいことになったら10キロぐらいいってるでしょ。この開幕3ラウンド、このラウンド絶対取りたいよ。今回早めに入っていきました。ジンがファーストブラッドを取ります。守りの形が綺麗であれば乗り越えればいいと。なんで勝つんだよそれ。ダークお前、ダークがフォースイクを倒してスピーチ今それ。うわ、防災いい角度。まあでもシーリテイクはフナティックの形と、マインドフリークが倒されて C サイト側のエリアのみになりました。大丈夫、サイト内人数少ないよ。警戒してますね。手前のフラーラ。いや陣頭ダーカス、ここでシーズンが多いな。何それ、逃げれないですね今のは。ホーブイツ人数見せてマジ楽しい。一箇所ずつアビリティで潰していく。本土手前クリアしてブーラストパック、うますぎ。ブラストパックを投げる。ロングがどこに行くの。カバーだじゃん、アビリティで通してないか。うますぎ。おい、将棋やってるやん。完璧ですね。マジであれだって、ね、戦ってる人とアビリティ投げてる人7人ぐらいいるでしょ、船田君。もうあの階段下にえぐいぐらい飛んでましたね。ねこれどうやったらペーパーレクサ攻めれるんですか。解説のトロセコさん。俺はでも打ち合いで勝つしかないじゃないですか、やっぱ。あーなるほど、もう前に行き続ける。スカーズの優勝メンバーから打ち合いで勝つが出た。大丈夫、ジェムキンの思考になったね。打ち合いで勝つが出た。確かにあの C でエントリーあって、その後 A で防災君取られたじゃないですか。ああいうところでこう打ち合い負けていくと人数有利が削られちゃうみたいな。でもわりかしこう印象的には打ち合いで勝っていくみたいな感じだと思うんですけどね。なるほどね。じゃあ勝たなきゃいけないところを勝たなきゃいけない。もうボースターオーディン出てきた。なんかこういうパッとした話題出た時になんかこのバンダル使ってるよねみたいな。えみたいな。いやでもリオンさんずっと使ってたから。でもリオンさんなんかあれでもリーバーの赤とか使ってなかったけど、リーバーの赤か宝石。知識の守備範囲エグいっすかマジで。いつも思うんですけど。そこに驚いてたんだ今。単純になってどんな話題でもなんかそこに驚いてんだよ。みんな出すからさっきみたいに頑張ってる時もあるんだ。適当に言ってる言ってる風な時もあるんだ。入れていきました。まあスラッシュというかアルティメットの警戒は本当に出てますね。サイトまではいい感じに入れてんだ毎回。これは本当にこっからよね。うん、こっからですね。敵倒せばいいんだ。どこまで詰めるか。ショーストッパートップまで行きましたが、こっからどうフナティックエリア取り返す。立てづらかったですね。ただ設置はできた。このサイト中のエリアをスキルめっちゃ強いからな。それなんだっけ、分かんないけど。ウルトナイトホール、ナイトホールナイトホールからフラーが入ってきて、あんまキャスターとかやってんと本当にスキル名出てこないんだよな。いやホントで1バレたところにダークが合わせて、あコズミックリバイドも来ますと。フォーセイ君が落とした。スパイカメラで見てニューラルセット。強すぎるんだよ。レオしかもね、ほんとね、あのね、これ本当に俺レオ実際に打ち合ったんだけど一番強かったんだけど。日本来た時さ、イベントの時にさ急にプレイして40キロぐらいしてる。台風の目で返してた、どっか行った。結局最後は打ち合いでみたいな。そうですね。うわー、オペなんだよね。フラグ回収です。スラッシュ破壊できました。アルファイヤーまだロングですね。あれオペ用に打ったのにバンダル控えてんだもん。後ろ打ってくれてありがとうという感覚があります。今のでまあ下がるつもりでした。2キル目取ってっけど、あれマインドフリーク倒されました。もう覗かないでいいんだって。ダークもう人数超有利やって。スラッシュ取れない。しかもこれスパイキャリア監視されてる。もういいよダーク、ダークもういい。泣くよ。これやめろやめろ。マガーさんのやめて。だからそのバンダルに打たれた時みたいなキルスピードって。なすすべないのか。ああ。ダーク強え。ダーク四キル。A にチャレンジしますがそこには。わあいい感じらしい。開始のホントで二人いて。またオペいるよ。ペーパーレックスのプレイスタイルもなんか割とこう打ち合いを前面に出していくから。相性悪いよね。うん、打ち合いで崩されたらむしろ他のチームより崩れやすいみたいな。いつもね、なんかキル起点で展開していくみたいなの。A リンク抜けの B。
え、隠した？隠してる、隠してる。こうなると一時的にボスターが囲まれる形になるが、おぉ、ここは突破できました。隙をついた。サイバーケージで隠したのフェイクにしてリンク本命じゃない？はっ、ずるずる、疑惑ですね。でもテーパーレックスのユニフォーム着てる方からズーが出ました。クロニクルなんだよ、クロニクルなんだよ。やってんだろ。やりたい放題チャンネル解説でしょうか。なんかそれそうだよね。レトロスさんの解説聞きたいな、ここ。ここも勝ってしまう。うわー、もうやめてー。あー、すごい。これはだから、トラルさんどうやって取りました？これはマジで火力っすね。火力スカイドウルト来た時の違いはもうあれ火力っすね。それだから B ショートで、まあ、一応でもエイムしてそうではあったな。マスターズ東京だからな。さあどうするペーパーレックス。多くのアビリティを使わず一旦 C マウンドを取りたいところですけれども、フナティックよりによってこう見てください、はい、A を詰めています。ここで見せる。今まで見せてない。そんなことは地図いるとかじゃない。マジ進んだ。やめろやめろやめろ。フォーセック危ないぞ。うわー、今だって違うとこ見てた。ね、フリックしてピタって止めて打ってんの。まあ C 入るしかないよな。うわー、熱い。うわー、あり地獄や。熱すぎ。入ったら終わりやこれ。完璧な罠が仕掛けていた。しかもいいものも入ってる。スネークバイトのおまけ付きですからね。しかもこれウルトエグい。ショーストッパー切って取るのも全然あるよな。全然相手真似ないしな、次。このラウンド全力で取るけどマジあり。スポンガは反応しなかった。ショーストッパー使って倒せて一人か。逆にショーストッパー使っていくか。ワンキルショーストッパー熱いな。手前ロックが抜けてくる。うわー、なんだよな。同時ウルトだよ。なんかなんかしかないよな。えぐいって今どっち押されても対応できる形だった。13対0になった場合初マスターズ東京、初リーグ戦だと唯一アメリカズでラード対 EG の3マップ目のパールで13対0だった。辞書じゃないもん。なんかそうやね。マジですごすぎる。ウィキやウィキ、もう2キルぐらい取ってからのもうウルトでもう全滅させる。もう全力で取りに行ってる。ショーストッパー上げた。回しました。その間にマウンドを駆け上がるフナティックです。これでショーストッパーできたので守りの形さえもね、カウンターの形が作れるようになります。ただ最初のまだワイヤーあるよ。2本逃げた。ムーンモットで。あーちゃー、もう制御を下がるしかないな。もう俺カメラあるただの人や。あーもう普通の人になっちゃった。スパイカメラもダークが剥がれ早めに入ってきた。はい、やつ見てこれ。しかしダバイが2キル返しました。いや、ローよ、船出川。船出川めっちゃローよこれ。いい飛び出し、走り込んでいきました。これ変なのがペーパーレックスって感じ。うんうん。アルファイヤー 1v3 です。チームマジ思いっきりいいよな。うん、マジでそう。ガイディングナイトに合わせてのピーク。よっしゃー、ナイス。でもなんか今取ったらワンチャンみたいな感じしてた。アルファイヤー12対3カバー誰もいなかった。ジーの背負い方ってさ、味方行かせるんじゃなくて自分が行くよね。後々残って人数有利で勝つ、なんか超人数背中取るとじゃなくてガチで自分から行くんよな。前回のバインドとかでも自分で勝負しに行ってみたいなめちゃめちゃあったからね。だんだんいつも通りになってきた。この猫さん的に一番こんな方誰が好き、プレイヤーとして。うーん、クロニクルかな。ユエと一緒。ただまだこのマッチポイントという、いやなんかどんな状況でもキル取ってくるから。うぇ、ジェイ最強やん。 1HP で、ね、やっぱきつかったらこのジンとホウセイ君が行くんや。ちゃんと回復も入れて2回目突っ込めるよ。これ何で回復？リグロスか。40はでも41で止めんだやっぱみんな。チンやべえ、チンやべえ。なんか最近リグロスの回復マックスまで回復させないの流行ってんね。サイバーケージを。そうなんすか。えぐくない？えぐくない？えぐくない？そう、なんかバンダル一発受けれる体力が2発受けれる体力。中学旅行の記念撮影みたいな。そう、41とか81で止めんだよね。えぐいえぐいえぐい。知らんけど。記念撮影。やばい。さあそこにはマジ無理。アジアナンバーワンのミラー。うわー無理だわそれは。強っ。しかもミラーの下の方低いしな。あれなんか急に来たな。森脇さんもテンション上がってきた。上がってきた上がってきた。ノリノリ。もう普通に一発目からもう帰ろうかなと思ってた。強いですね。じゃないですかね。焦って勝ち急ぐと少し危ない。いいよスラッシュ。なんといってもペーパーレックスはパシフィック1位です。ダワイは強気な位置でのこの武器。しかも A 側はマインドフリック1人で今押さえてる状態ですし、まあ今までのイメージこれでスイッチするんだ。まっすぐ B は少し行きづらさがありますよね。
今までのような速い攻めは。いやこれオーメンが速攻やられちゃう場合が一番怖いよこれ。パラで耐えれるかよ。でもこの取り返しスネークバイト入れたりするかどうか引っかからない。いいよ。手前のプララは反応しませんでした。いやこれもう俺だったらもうこのまま俺その時に逃げるけど、しばらくこの瓦礫を押さえています。この位置によってスモークとして死んじゃいけないんだよ。めっちゃ心臓痛い。ああ早めにスラッシュ切りましたね。なるほど。情報を取るための U ターンしてこれは C はもうリテイクだね。多分オーディンでもう設置の壁抜きだろうね。小さいとただどうでしょう。これメイカのようにも思いますが、むしろ情報を取られてしまったので、はい、これ B に行こうとすると今 A 側にスラッシュ流れてきたのが分かんない。どんだけアルティメット使う、はい、残り20秒でようやく1個目だけど、スラッシュはどうするんだ。絶対に飛んでくるぞ。エントリーにはペイントの回収ですか。立ち向かうウィングンか、かわいいな。バイパースピットに入っています。ダークショーストッパーはペーパーラックすでに下がっている。ナイス。ただこうなったらでもきついんじゃない。もうだってもうこれ、おっ、あっ、マジでラストチャンスだったのに今 HP 削れないこれ。いや落としてる落としてる。設置ボースだったから。むしろ受けに設置ボースだった。なるほど。でもクレーズワンチャンある。ワンチャンあるワンチャンある。クレーズ落とせ。やめ。いやこれワンチャン滑っちゃったある。赤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 。これは。お前のフリック頼む。ここで。うわ。スロートステップ。ノーハッ。運べない。時間が。ワンチャン回収しかない。一発で死んじゃうこれ。うわやっぱり5発やん。うわぁ弱体が入ってますもんね今ね。ペーパーレックス息を吹き返しましたが、フナティックマジで強えわ。パフォーマンスがどんどん落ちていっちゃう選手。警戒を徹底していました。そういう人のケアらしいです。腰痛の原因言われたときに背筋した方がいいよって言われて、運動したら痛むんじゃないですかって言ったら、いや背筋と腹筋のバランスが悪いと痛むみたいな聞いて、あー反応しましたね。いやでもこれ結構ペーパーレックスがうまくできてますね。なるほど。ロングを一度詰めてそうやってこうボディメイクとかにはまり始めて、まあ、シナトラみたいな感じになって、あのもうプロはもうやりたくないらしい。あの俺は体を作りたいですよ。あのゼルスみたいにジョーラで配信したりとか、そっちの方に専念したいから、プロはやらないって言ってた。ハマりすぎるとそうなっちゃう。やっぱ筋肉が人を変える、変える、いい意味でも悪い意味でも。彼の広背筋はもうとてつもなく巨大です。プロゲーマーになれない、あの広背筋では。なんかスクリームとかも、あれは誰だっけ、あの、おお。宝星くんのパスプラット。待ってよ。かなりこれいやらしいハイタイトルですね。スモーク抜きでしたね。出てこれ。あとでトライの加算に聞こう。ハイタイトルが切れました。ただシャワー側には後部。マッチョです。あのバータスプロにいためちゃめちゃマッチョのパシャ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 。マッチョマッチョマッチョといえばね。スクリーム確かパシャに影響を受けてムキムキになったんですよ。あそうなんだ。そうなんだ。トリプル宝星くん接着する。止めれるか。いやーこれでサイト裏設置通すのうまいな。浴場取れてないからってアルファイアは木箱。なんかスポーン取りに行くときとスクリーンの位置違うのにさ、いい勝負しに行く。フォーセイ君、ああフォーセイ君エース、ブラストバックプレッシャーをかけながらこのトラックラでの設置。ああエース、あーうえーちょっとちょっとあのクロニクルもビビっとるやん。ちょっとでも結構なんか LCQ のトーナメント表 EMEA の方発表されたんですけど、割となんかリーグの順位によってすげえ変わってんだね。そうそうそう、あのもうね全然ね辛さが違うんですよ。まずいそれ、うんなー、コーブじゃ防げないんだよね。5対4、うわシャワー前陣は下がっていきます。ニューラルセットで抜けるんだ。あーボータやば。それはボータそういうこともするんだ。もう走り口エスペクターやん。ナルス今俺もうせようと思った。ボータそういうプレーも行くんや。なんかそういう結構オラオラなこともやるんだ。いやなんかボータはレオのスモーク抜きです。わーえすげえ子じゃないこれ。なんかマスターズ東京の前回の試合も一人で浴場行って、で味方の設置のカバーの時に顔出してゴリゴリ打ち合うようなプレイしてて、でしかも最初はねしてないのにこの
ラウンド半ばというか、ね、攻め半ばでそっちの動きにしてくるのがまた面白い。よく行ってフナティックの狙い通りの戦略が取れました。フラッシュコーナー。さあ今回 B4 に対してスカイスモークを展開し、ガイディングレート避ける狙いですが、そのフラッシュの先は何それおもろ。面白い作戦を取りましたね。あえて扉を開けさせてその中にフォーセイコンを入れる動き。これ飛んでくる読みはしないんだ。そしてファーストフラット欲しいんだ。そこだっただって。B ロン A ショートですね。でもなんかもうフォーセイクいない人になってないこれ。さあ B に入ってきます。まずはエルボー前の箱の上、ただまだフッカーには CGRS が入っています。いや分かってんな。おろさせた。くるくるくる。前回マジでうまい。それマジでうまい。うまっ。うまっうまっうまっ。うまっ。クリアの仕方。いや陣いける。やめてよ。いや大丈夫大丈夫。うわこれ位置バレた。これもう位置バレたぞ。ハイタイドを切ったことで位置がバレた。スパイカメラもある。絶地はできる。サイバーケージもある。これ 1v1 めっちゃ有利だぞ。 B サイトはどこで見たくないな。アルマイアルがどこにいるかわからない。やばい。横の我慢した。ここは出なかったが、ただこれ最短に入っている。後部解除。後部解除一つ触るが、アルファイヤー何もしない。5 6。うわーマジでー。最後はショーティーで決めました。これはクラッチプレイはアルファイヤー。え、これどうしたらいいん。じゃあペーパーレックスはどうしたらいいですか。ベンカンさんなんかいろいろやってんだけどな。めちゃめちゃうまい返しもしてるし、打ち合いで負けちゃったんだよ。クラッチテンポ早くない。攻め早い。やっぱ SMTH じゃない。SMTH がこれ2位だ。これ投入じゃない。今からSMTH なの。赤いキャラね。あのオンライン参加とかできない。自宅から70ピンぐらいでイベントみたいな。ロック今ずっとそれ通してたんで、まあでもスマイト裏切ってるのがちょっと目につくなっていう。スマイトファントムがなんかあれになってた。レディアントエンターテインメントくらい。その判断マジうまいわ。ヒートヒートヒート。トレイルブレイザーの噛みつきスタンを利用して切ろうと。いや打ち合うよ。うクロニクルさんだからやばい。クロニクルさん止まんねえじゃん。おおフォーセイ君、フォーセイ君が飛び出していきました。今攻防を利用しながら戦ってますね。そうですね。 A サイトにはすでに3名寄れているペーパーレックス。出るよフォーセイ君。出るよ。よくキル取ったな。3人目も持っていきました。いやダーク残ってる。まうわダーク残ってる。マジか。飛んで。しかもヘルスない。スキルない。スキルもない。ペイントダンもでもでもトレイルブレイザーはあるか。最速下これちょっとどうでしょう。チラッとしてますが、スモークたかれて位置が。あこれあさっきの。いやさすがに怖い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 。でも1キルペイントダンではあるよ。あえての前進。マジで怖いマジで怖い。もううるさがってる。やばいマジでやばいマジでやばいマジでやばい。なあもう振り向いてるもん。勝ち確信した時の打ち方や。家から何時間。1時間40分。まずはロング側はスラッシュ持ってるよ。ホントに頼む。マジで頼む。結構ガチで頼む。俺もさっき来たばっかだって。しのいだ。さっきついてこう来たばっかなのに、もう帰る感じじゃん。いつもよりは高いので、そうだよね。ユニフォーム持ってきて、ホテル帰ってやることがないんで、7時、6時ぐらいにホテル着いても、寝る以外することがなくて、ゲームできないんで、そこがないですよ。そして情報今取り返しましたね。先行体験もしたかったのに。ドライの進行も考えられたためしっかりと情報は取りました。アカウントだけもらっといてやってないって。もらうはもらってんだ。ワンチャン家帰れるかなと思ったら全然無理でした。ヘブンシャワースポン側へのスカイスモーク、かなりエリアを深く取る狙いが見える。いやこれバイパーズピット切られたらマジでだるいと。ランプ当たっていいよ。いやこれちょっと死なないで。バックブラで待っていました。さあ捕まったボスさん、ただ倒しに行く。やめて。君なんかブラパで動かされたんで、そんなキル取っちゃうの。いやーセーブが賢い。ベンチにはアルファイヤー。やれるやれる。やだやだ、いけるいける。逆抜きだからもうファントムに抜かれちゃうんだよな。バンダルで抜くとバンダルファントムディフ。
設置も通せません。でも当のクロニクルはバンダルです。バンブイ3サンドフェイク見るところが多いですね。賢い、マジでうまい。返せるか。いやでも HP がもうないよ。なんで見とるこっち。モンスターももうこれもう B ロング CGRS どうしようもなくなっちゃってる。前半最終ラウンドです。もう応援チームが負けて適当なこと言い始めてます。もう俺も負けてないです。まだまあ負けはじまちょっと押されてるんで、うん、やっぱ気持ちで押していかないといけない。気持ちでやばい。ナイス。マインドフリークです。ダンスを乗っていたアルファイヤー倒されます。やっぱこういう人に頼りになる男なのよ。マインドフリークさっきからめっちゃいいですよ。背負ってるね。もう一番落ち着いてるから、ね、ロータスはジンが背負ってマインドフリークが今度は背負い始めてる。スコローやればコーボを投げたりして、あ投げましたね。フォーセクがまた、うん、シャワー側ですね。自分のエリアも作りました。これで簡単には設置できません。設置のためのスモークですかね。いやでもこれペーパーレックスのスカイスモークですね。ちょっと待って、プレッシャーかかりますね。それがもうわーショーター上がっていきました。これもう B 消されてるからワープできないよ。最高で、設置もペイント弾あるからこれできないよ。でかい、それいいもで、浴場側と打ち合おうにもこのスカイスモーク邪魔だね。無理にしてもね、ここにミスありますから、はい、お前は何もすんな。カーテン降りました。それがやばい。打ち合うしかないよね。それがやばいよ。打ち合うしかないよね。押さえて、うっ、声が出た。クロニクル、くっさん。クロニクルを倒しました。ただ、2対3。それが最高、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 それが最高。いいよ。おぉー、3球ある、3球全然あるやん。サンキューある、サンキューだ。あのスカイスモークいいなあ。あのスモークでいいじゃん。ペーパーレックスが最後に選択したのは打ち合わない決めあのペーパーレックスが打ち合わない。やはり今回もちょっとこう受け身気味にはなってしまった。マイクすいません、うん、落ちちゃってました。さあ後半です。まずはシャワーボトル。クロニクルこのスキンハマってるんか。あー、マジで。え、そんな綺麗な M できる。あー、クロニクルさんノリノリだ。一回ピストルやり直さん。クロニクルさん、クロニクルさん、ちょっと待って、顔面もエイムも高級の綺麗さなんだけど。やり直しだろ、クロニクルさん。リメイクだろ、リメイク。やっぱスキン変えた効果出てる。クロニクルさん、ダメ。マジで帰りたくない、まだ。はい、もう笑ってます。ボースターもさすがに笑います、これは。さすがのダンスフィーバー。ただ、フナティックも強気に武器を購入してますね。うん、なんかすごい。性格含め。前のメンバーが悪いってわけじゃないんだけど、でも今のメンバーが良すぎて。うん、そうなんだよね。しかも取りたいところ。アルファイア以外はもう全員バンダルファントムを持っています。おお、引くよね、引くよね。どうなってる、どうなってる、これ、どうなってる、これ。最新、早めにサイトに入っていく。降りてくるところはダークが倒しました。見たことある、見たことある、見たことある。もう見たことあるとこのポジション。ショート表したわ、ショート。見たことある、それ。スカイで。やっちゃった。クレイジーラ君のショーやっちゃって。そこの一個右だったけど、やってたよ、こんなこと。バレるよ、これは。バレる？バレるよ、これ。ショータ表した。出たよ、出ちゃったね。もうだって、やべ、やった顔したで。やべ、見せちゃった顔してるもん。いやー、早いテンポだけど、インカージン、そのワイヤー、それ、大丈夫そう、そのワイヤー。急いでる時に来るんじゃないの？そのワイヤー、えぐいんじゃない、それ、ほんとに。教えて、いや、TPDPDP、待って、これやばい。モンスターがまだ中にいる。ファンブイファイブ始まった。インセンジャリで正面止めて。ね、良すぎる。スモークの気を狙っていきます。インセンジャリで支援はしますが、ここで入って。粘る。ジャッジ。いいよ。いやでもグレー飛んじゃってる。ジンダワイが切り開くか、ツオンツー。スパイクを一応拾わないといけない。近近近近近近。待って、ジンは入ってる。ブーボットある。スネークバイト入れました。ブラスバック。いや、ジン絶対お前なら止める。お前なら絶対止められるな。うおー、ブラパルボード知り尽くしてるとブラパピークも当てれるんだ。12対4です。えぐ、1ポイント抑えて、レイショータワイヤー地獄。それでも B3 の形ですね。これ B 裏早ない？詰め切ってない。なんかテイクはしやすい状況になっています。マジワイヤーか、マジワイヤーか、マジワイヤー。ペパレエリア激狭。ワイヤー切ってる、ワイヤー切ってる。あー、ビングマックが抑え込んでいる。フナティックこれ、おー、ダーク引いた。できませんでした。ランプ抜けてくるところ、アウト。サブセット。やばい、これダークがつくとショーストッパー来る。やばい、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 やばい。ショーストッパーマジやばい。
ショースボールしかもこれ裏の警戒もできない、まあ、で裏も怖いですよこれ。接チョンがした。ただこれはフェイク。やばい。見えた。あ、2人見えた。これワープの選択できる。飛ぶ飛ぶ飛ぶ。ただまだ無理はしません。先に敗退を。飛ばん。テレポート読みか。そのまま行くんだ。エージェの設置です。あえてそのまま。俺設置できたら悪くない？オービタルストライカー上がりました。ダークのこのパック2個残ってるのが怖い。そこに使うんだ。これ手前詰め。これによってポジショニング。モセクを前に上げる。ショートパック切った。うわあ。取れきれない。まずい。位置上がってる。まずい。マインドリック打ち勝った。ここで2段。2段。うわあ。マジか。気合の打ち勝ち。限界ラウンド。でけえ。鉄の精神食らいつきますペーパーレックス。結構人数。なんだろう。毎回タイミング悪いんだよな。避けてからサイコかみたいなの。クロニクルさん、次トムなん？ロックインでは追う側でしたが、今度は追われる側、また違うプレッシャーがあるでしょう。いや、これが難しいですね。今までと同じようなセットプレーにも見える。はい。手前はスモーク抜きで確認しました。今回のフッカー早い展開に対して寄ってきましたが、ファーストブラッター。うわ、抜かれた。上がっちゃったね。やばい、それマジやばい。どこに行くんだ？切るか。見えたとこ。情報トレブルで取った。あ、やばい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 、本当にやばいそれ。決めるのか。丁寧に合わせた。やばいやばい。ダバイ一人持ってる。ダバイさん。ダバイさん。うわ、クロニクルや。強すぎるこの男。さすがのアビリティ合わせ。即興でやってきました。帰ります。ちょ、国に帰ります。僕もちょっとでトップ3に進んでいきますフナティックです。はい、2時間近くかけて来られて何時間いらっしゃいました？3時間まだ来て1時間半しか経ってないけど、こっからだよね、こっからだよね。そろそろ彼が来るで、ほら来てるもん。彼が来い、彼が早く。彼が来てるもん。そうですね、彼は来てなかった。紙だったよ。紙かフェイクうまいな。紙なのか。